当に暑かったですよね。暑かったんです。思いっきり氷の当ててて、え、めっちゃ涼んでるじゃんって思ったっていう。体調崩すぐらい暑かったんですよね。もちろんテーマはとても重厚なものがあると思うんですけれども、はい、現場はどんな雰囲気で進んでいったか伺っていいですか。現場はですね、まあ、この映画すごい夏がテーマになってて、まあ、僕のわがままもあり真夏に撮りたいというのを言いまして、もう8月の真っ最中に撮影したんですけど、地獄なぐらい暑かったなという印象はすごく思っていて、はい、杉崎さん、暑さというところではどうでしたか。いや本当に暑かったですよね。暑かったんです。なんかでも自分の中で印象に残ってるのが、ある、スタイリストさんを通して聞いたことだったんですけど、若葉さんがこの作品に挑むにあたって、実際にかく汗を大事にされたいとおっしゃってるって聞いて、やっぱりそういうものが映像にこう匂い立ってくるものだからっておっしゃってるって聞いて、さすがだなと思って自分も見習いたいなって思ってたんですけど、ある撮影をしていた時にパッて横見たら思いっきり氷の当ててて、え、めっちゃ涼んでるじゃんって思ったっていうことがありました。本当にちょっとね、体調崩すぐらい暑かったんですよね。そうですよね。そうなんですよね。まあ天秤かけた時に健康的に撮影できるのを選びました。でも本当おっしゃる通りですよね、はい、体調管理が大事なので。意気込みはね、そうなんですけど、やっぱり実際の暑さを目の当たりにすると難しいですよね。そうです。あ、でも本物ですよ、汗は。基本的に本物です。本物、基本的に皆さん本物だと思います。はい、はい、ありがとうございます。